どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。染谷ちゃん TV、 こういうマイクになるとこういう喋り方になるね。すごい、これ拾ってんでしょ。すごいよこれ、いいマイクだよ。すごいよ。プチがあって店にはたいて買ってくれたマイクだもんね。すごいよこれはね。3万円3万円もすんのこれ。3万4000円ぐらい。いやーすごいよプチ、ありがとうね。どうも皆さんこんにちは。やりたくなるもんねこういうマイクだとね。さあさあさあ、今日はですね、刀剣乱舞無双続きやっていきたいと思います。結構前回からだいぶ時間が空きました。2ヶ月ちょいぐらい。だからもうごめん、操作はちょっとまた振り出しに戻ってるかもわからん。正直さしてくれよ、本番中だったんだよね。一気にガーって取ってさ、ちょっとガって、だから服変わってなかったのみんなわからないよ。髪型とかでなんとなくわかるじゃんね。だちょっと間空いちゃったけども、前回どこまで行ったかもちょっと忘れちゃう。あ、カブトムシ倒したんだっけ。カブトムシ倒しました。あ、そうだ、カブトムシ。そうだそうだ、の続きだ。じゃあそうです、2章で、2章の入って、第4舞台を、やってこうって感じだよね。オーケーオーケー、ちょっとやってったところです。あー、なるほどね、オーケーオーケー。あの、あと、あの連打が結構しんどいっておっしゃってたんですか。私おっしゃってました、はい。つばぐり合いの、はいはいはい、あれって自分より強い相手で、しかもその一撃で倒せるぐらいの HP になったら、つばぜりが発生しちゃうんです。ってことはどうしたら防げるの。自分より強い相手とは戦わなければいいってこと。強攻撃あるじゃないですか、あれの一番最後のところに結構ダメージ量が重きを置いてあって、おお、なるほどね。そのアクションの一番最後の、うん、それを当てて、まあ、なるべくその一気に、体力を減らすっていう。なるほどね、オッケーオッケー。でも今ほら腕満タンだから大丈夫。結構連打もいけると思う。強敵が当たったら、まあその連打は覚悟してください。まあオッケーオッケー、今でも腕温まってるから多分大丈夫だと思う。あとちょっとご相談があって。おい、どうぞ。あの前回の終わり、あの俺がやるって言ってたじゃないですか、そのこの本丸は。で、あの皆さんのレベルを均一にしたデータがあります。おいはいはいはい。いい、余計なことすんじゃねえよ。何やってんだよ。いや一応セーブデータを分けてるんです。ああ、なるほどね。どうします？いやいいよ、俺一からやるよ。フッチの手は借りねえよ。フッチでもわざわざやってくれてありがとう。均一してくれた。15、16ぐらいにしてくれたんだ。全員。なるほどね。いい、でもフッチそれはいいよ。俺がやるから。いい、ありがとうな、フッチ。その手間やってくれて。ね。いいね、いいんだよ。大丈夫。ね、ここから辛くなるってこと？大丈夫、任せてくれよ。大丈夫だよ。みんなそれはだって、それ、ヘッテのゲームだから。いいんだよ、いいんだよ。でも、この2ヶ月ってやっぱブランク。いやー、任せてくれ。やったらすぐ、車の運転と一緒だよ。一緒一緒。大丈夫、大丈夫。ちょっと行ってやってみるわ。任せてくれ。わかりました。ありがとうな、フッチ。じゃあやってくかい。はい。行きましょう。レッツプレイ。やっていこうか。刀剣乱舞無双。続きから。で、俺がやるのは真ん中の。これ。が一応。で、フッチがやってくれたのこれ。はい。フッチありがとうな。ちょっとやってみよう、こっちで。今日はね、はい、一旦今日はこっちやってみる、はい。ああ、分かったぜ。オッケー、主よ。これ強化とかして、今日もみんな元気にやっているぞ。そうですね、そうだね。次の全然食材切りミス強化してないわ。やばっ、これは有識だよ。素敵だね。
ちょっと待って、でもこう来るからもいるよね、確かに素敵だね。そうね、いや彼も強くしてもいいよ。だからどうした？まだ全然じゃん。これで一人で3つしかないじゃん。やば。オーケー、こんなもんかな。聖堂の食材だって切れるんだよ。出陣しますか。はい。はい、わかった。とりあえず一旦状況を整理するぞ。先の調査で政宗公が乱心した原因は解決できた。結果、本来ない流れは止められたが、政宗公の様子がおかしかったのは見ての通り。時間素行軍の干渉とやらのせいかもな。なるほどね。乱世に生まれた将として野心もあるだろう。それを時間素行軍に利用されたんじゃないか。ちょっとやりながらストーリー思い出すね。報告にあった黒田官兵衛の状況と同じだろうな。なるほどね。僕らが見た政宗公は全くの別人だったって可能性はないかな。ほう。僕の知る限り、政宗公は料理や風流、シャレを好む不思議な愛嬌のある人だった。うん。家臣を遠ざけてないがしろにして、自ら孤独の道を選ぶ人じゃないはずなんだ。お前が信じたくないだけだろ。あの政宗公が本物だと。カラちゃん、痛いところつくね。まあ落ち着く。真相がどうであれ、今はやっぱり情報不足だな。まずは政宗公を重点的に調べる。それでいいかい？うん、わかったよ。オーケー、やってこう。政宗様。ごめん、まだストーリーやったわ。読むだけ無駄であったわ。北条氏を討つ小田原に参陣せよと、うん、するわけがなかろう。ですが今の秀吉殿は夏のハエのようなもの。その勢いは増すばかりにございます。時期をよく見定められますよう、幾度かは潰せたとて、いつかはハエをしのぎきれなく。お前の中言などいらぬわ。伊達政宗ちょっと若いね。ねえ政宗様、俺はもはや以前の俺ではないぞ。そう、父とてこの手で撃ち落とした。ひたすらに突き進むのみよ、この胸の激情のままに。お待ちください。むやみに突き進むを勇気とは言いませぬぞ。今一度下がれ。俺はすでに別の兵力を得た。邪魔立てするのであればお前も。今のところ怪しい感じないけどね、まだね。義士が検出されました。秀吉からの要請、片倉小十郎の中言を聞かせ伊達政宗参陣拒否。天正18年、天下統一を目前にした豊臣秀吉が北条氏を討つため行った小田原征伐が次の時代です。はいはい。小田原征伐だ。第五部隊の奴らが正したんじゃないのか。それとは義士の流れが異なります。原因が違うので別の解決が必要となります。この小田原征伐では伊達政宗は悲惨ながらも参陣するはずなのですが。政宗公に参陣の意思が全くないのか。はい。ですが片倉小十郎は伊達政宗に小田原参陣を再度進言するつもりのようです。なるほどな。時間素行軍の今回の狙いは片倉小十郎ってわけだ。ここで片倉小十郎を失うわけにはいかないね。行こう。新たな流れが検知されました。
片倉小十郎は小田原征伐への参上を促すべく伊達政宗の元を訪れている。時間祖国は片倉小十郎亡き者にしようと暗殺部隊を送り込んだようだ。暗殺部隊を撃破し片倉小十郎を密かに護衛せよ。またあの忍者とやんのかな。あ、そうだ、なんか屋敷の中っぽいもんね。そうですね。うわー、ちょっとやってこう。お、ちょっと一旦久しぶりだからちょっと鶴丸使うね。先陣切って空気。で、鶴丸が相手とは驚きだな。ちゃんと装備を。装備？俺なんも装備してないね。装備変更しよう。装備なんかある？これ剛健の書？はい。あ、違う。まだいけるってことね。OK。山間切りからもらい受ける、これ。一旦だね。いないから今。はい、付け替えましょう。装備は驚きよりも信頼だね。お、プラス10だよ。お、すごいね。へえ。一旦これでいこうか。ちゃんとこういうのやろ。大事です。ね、ちょっとじゃあ一旦これ借ります。まあ準備は大事だな。まあまあいっか、これで OK。 じゃあ行くわ。いよいよちょっと操作も思い出すわ。しょっぱな難しそうだね。いけるかな。もらおうか。戦場にも驚きをもたらそう。片倉小十郎が政宗公の居室に向かうようだ。時間祖皇軍から守ってやろうぜ。 OK。 片倉小十郎に存在を悟られてはいけない。なんでいいじゃん、もうダメなの。城内に侵入者がいるとなる、政宗公への進言どころじゃなくなるだろう。あ、なるほどね。カトリーあるよね、そりゃね。片倉小十郎がいるのは向こうの部屋かな。じゃあ僕らは別の道を通らないとね。はい、どうした、こんなスケちゃんと。すでに時間速報軍が目標だ。オッケー、オッケー、思い出した。こんなスケ頼むぞ、ちゃんと。オッケーオッケー。あれ、正面にいるのは何だい。お、もういるじゃん。いや、これはもう片倉さんも気づくんじゃないかい、こんな騒動を起こしたら。さすがに遅い。こんなバタバタ戦ってんだぜ、俺でも気づくよ。あら、危ない。 OK。 ちょっとやっぱり操作まだ思い出しきれてないわ。引き続き片倉小十郎を守ってやろうぜ。オッケー、この助、こっそりとね。この助、この助がもう導いてくれ。どっち、これ俺はこの助に。おい、おい、この助についてってるぞ俺。あ、オッケーオッケー。ご注意を。片倉小十郎が襲撃される前に倒せ。オッケー、何、進路を考えて移動しないとね。おい、言葉足んねえな。もっとコミュニケーション取ってこうぜ、コウノスケ。俺とよ、やべ、よくわかんない角度に入ってる。暗殺小隊長っていう役職はいいね。あなたは明日から暗殺小隊長ですって言われても別に俺何も文句はないわ。え、なになになに、ダメなの。しまった、時間祖皇軍に接触しちまった。このままじゃ片倉小十郎は。どうした。あ、もう一体いたんじゃないですか。え、今のでダメなの。嘘だろ、結構俺はコンマスケについてったよ、ちゃんと。ま、え、今のダメなの。倒せてなかったからじゃないですか。あー、なるほどね。マジかよ。おい、コンノスケ。それじゃ驚いてもらおうか。全部倒したと思ったけどね。ダメなんだ。
片倉子。片倉こし。オッケー。すでに時間速報には潜り込む。見えよ、こんのすけ。もう分かった分かった。俺が行くからいい、こんのすけは。こういう時早いんだよ。ちゃんと目標がある時は早いんだよな、こんのすけ。やっぱちょっと狭いから、なんかよく分かんないわ。敵がどこにいるのか。よし、片付いたな。オッケー。引き続き片倉小十郎を守ってやろうぜ。こっちでしょ。こっちに出てくるんでしょ。え、ランダムだったら終わる。時間速報軍の増援が現れました。お、やばい。どこ。あ、さっきと場所違う。結構大声出しちゃってるけどね。大丈夫なのかな。バレないもん。今隣の部屋なんです。お、ま、ま隣？バレないもん。おお、ダメだろそれは。こっちの敵はもう大丈夫かな。オッケー。でも。まだ気は抜けないよね。どう、コンノスケ。これ出るまでうろうろしない方がいい。再び時間速報軍の増援を検知しました。今度は複数の部屋に現れたようです。一旦じゃあこの近場から行こうか。どこから当たるべきか考えて。片倉小十郎は正宗公が信頼する。あ、めちゃめちゃ食る。すげえ食らった、やばい。あ、でも HP そんな減ってない。やべ、これめちゃくちゃ食らう。何このハメ技みたいの。あー、中隊中だからな。よし、ここは片付いた。残ってる時間速報軍も急いで倒すぜ。オッケー。あ、やばいんじゃないこれ。結構、あ、結構進んじゃってるよ。間に合う？あー、間に合う？これ間に合う？先に真ん中から行った方がよかった。危なかった。小十郎に近づきすぎか。あいつを驚かしちゃいけないんだよな。おい、お、こんな2回もミスんの初めてだよ。真ん中から行かなきゃダメだったのに。今ね、順番があるんだよね。で、敵が出るところもランダムっていうのが分かったね。なるほど。おい、こんな2回も失敗するの初めてだぜ。でもだいぶプレイ思い出してきたから次は大丈夫だと思う。あの、だから片倉小十郎の近くのやつから行った方がいいね、これね。そうですね。ね、なおかつ自分たちが合わない。そうだね。こういうのいっぱいあるんだけど。なるほどね。左上にあるやつが片倉小十郎でしょ。そうです。オッケー。おっと、時間速報軍を発見だ。騙されないうちに倒しとくか。外しまくってる、外しまくってる、外しまくってるよ。この技だ。オッケー。引き続き片倉小十郎を守ってやろうぜ。こっそりとな。難しいね。離れた方がいいね。じゃあ片倉小十郎からね。あ、小十郎こっち来る。やばい。小十郎がこっち来るよ。小十郎近いよ。もうなんなら直線距離で見られてるかもしれない、これの場所は。早く早く早く、招待中の早く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 
あ、ね、大事。お、物音やばい。おお、近い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 。どうした、どうしたい。片倉小十郎が立ち止まりました。立ち止まった。今のうちに時間速攻軍を倒しましょう。こっちの敵はもう大丈夫かな。でも、おお、まだ気は抜けないよ。これやばい、まっすぐ行ったらもういるから。片倉小十郎が移動を再開しました。時間速攻軍が近づかないようご注意を。弱い、むじいなこれ。再び時間速攻軍の増援を検知しました。今度は複数の部屋に現れたようです。これいけないから、どこから当たるべきか考えてみよう。片倉小十郎は朝宗子を侵害する目的だ。これは何かがおかしいよ。今は時間、あ、でもやばいんじゃない、あれ近いよ、あの真ん中のところ。ちょっやばい、中隊長、この中隊長の技がすごい強い。おい、カラッと裾上げにするぞおめえ。あー、やばいやばいやばい。おい、やるね。ここは片付け。あ、もうやばい。あわわわわわ、もう急いで倒すぜ。これはやばい。合うよ、もうちょっと待って、あのびっくりマークは化け物が町内に。やってるわ、同じ過ち繰り返したわ。おい、この任務一番むずいわ。めでたいな。おい、この任務一番むずいな。前回のちょっと油乗り切ってる時ですら多分これこんぐらいミスってると思うよ。いや、むずどういうルート行けばいいんだろうな。大舞台の始まりだぜ。戦場にも驚きをもたらそう。オッケー、見切った。まあ、待つってことも大事。そうだね、せっかちだから俺は行きたがっちゃうからさ。すでに時間速攻軍が潜り込んで。あ、でもやっぱ出る位置は決まってんのか。決まってます。なるほどね。おっと、時間速攻軍を発見だ。騙されないうちに倒しとくか。調べ。遅い。え、マジ？一撃？やるね。そんな HP は減ってないんだけどね。おかしい。オッケー。片倉小十郎が立ち止まりました。今のうちに時間速攻軍を倒しましょう。よし、片付いたな。ここに出てきたやつらに結局また会っちゃうから。こっそりとな。片倉小十郎が移動を再開しました。時間速攻軍が近づかないようご注意を。あ、そうだよね、あそこ出るよね。ご注意を。もう一人いる、オッケーオッケー、もう一人いる、オッケー。もうこれはご利用して勝てると。こっちの敵はもう大丈夫かな。で、でもまだ気は抜けないよね。なんかあそこで真ん中のやつと出くわしたから、ここを右に行くと、で左曲がって、そして右のここに出てくるやつらを倒すと。オーケー、完璧かもしれん。今度は複数の部屋に現れたようです。面倒だ。どこから当たるべき考えてみる。完璧かもわからん。マサムネコが信頼する立て、早く早く立て。オッケー。今は時間速攻。あらの、あー、いい、ちょっと待ち、これで。よし、ここは片付いた。残ってる時間速攻。やっぱあの中隊長は強いよな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。片倉小十郎に接近しています。地球を倒してください。やべ。
侵入した時間数。オッケー、いいよ、いい。増援。あ、これ最後だったんだ。あぶねえ。さて。いや、難かったな。結構しょっぱなこれって心折れるわ。マジかよ。マサムネコを説得できる。やっぱどんどん難しくなっていくね、はい、やっぱね。オッケーオッケー。小十郎か。正宗様、今一度お願い申し上げたく、どうか秀吉殿からの要請をお受けください。天下に手を伸ばす機会はいずれ巡ってまいります。今は耐えて秀吉殿に恭順なさいますよう。いいだろう。秀吉殿のため小田原へ参陣する。夏のハエごと天下を飲み込むのも面白い。それはなりません。今ここで秀吉殿を敵に回せば正宗様は。お前の諫言なぞ聞かぬと言っただろう。はっきり命じねばわからぬか。召し放ちを言い渡す。召し放ち。俺の前に二度と現れるな。すごいね、初めて聞いたよ。承知つかまつりました。最後に一つだけ、あなた様は一体誰でございますか。天界の野心に高ぶるあまりに周囲を切り捨てなさる。お父上や私どもが望むはそんな姿ではございませぬ。いつかそのお心に届きますよう、今はおいとまを申し上げます。こりゃ驚きの展開だぜ。片倉小十郎は病床に伏しながら最後まで正宗公に仕えた忠臣だ。それをこんなところでお役御免とは、この先どんな影響が出ることやら。どうしてだろう、正宗公がこんなこと。ありえない、ありえないよ。なるほどね。修復が進みました。これは、いや、どんどん難しくなってくるな。